今日は一体どれだけの人に迷惑かけてきたんだよ。それがアクア様が本部の秘湯に入ったら温泉がただのお湯になってしまったらしく、どうして私を崇めている教会から追い出されなくちゃならないの。一番腹が立つのは管理の人がね。温泉をお湯に浄化しちゃったのは謝るわ、なぜなら私は水の女神アクア、その人なのだから。女神なのに、私女神なのに。この町では現在魔王軍による破壊活動が行われています。何が行われているかというと、この町の温泉に毒が混ぜられています。すでに多くの温泉で破壊工作が行われていたことを確認しました。しました。ここは温泉街だよ、プリストの姉ちゃん。一番の目玉である温泉に入るな、なんこの町が干上がっちまうよ。大体何の目的で魔王軍が。それはアクシズ教団の収入源を潰すためです。さあ、敬虔なるアクシズ教徒の皆さんは。こんなところに嫌がった。そいつは町中の温泉をお湯に変えるっていうタチの悪い嫌がらせをする女だ。みんな捕まえてくれ。なんという超展開。おかしいと思ったんだ。俺たちを騙そうと。違うの。ねえタクネス、さっきから固まってないでなんとか言ってよ。白地図鏡をお願いしますって。気の毒に。ああもう、なら私の正体を明かします。私の名はアクア。そう、あなたたちが崇める存在、水の女神アクアよ。ふざけんな。青い髪と瞳だからってアクア様を語るだなんて罰が当たるよ。本当はこの温泉街を破綻させるためにやった。さてはお前、嘘つき。どうかこれを飲んで落ち着いてください。でないと私、興奮したアクア様の神器に当てられて。魔王シラクメシ、アルマ倒すべし。魔王シラクメシ。これは何、うちの子たちが私の話を信じて来てくれたのかしら。いたぞ、女神の名を語る魔女め。